恐怖試験において、猿の被験体は、布の代理母に近づきつつある。ハリー・フレデリック・ハーローは、アメリカの心理学者である。赤毛猿を使った母子の分離、依存の欲求、及び社会的隔離実験で、最もよく知られている。これは、社会的認知的発達にとっての介護及び交際の重要性を明らかにした。彼は、ほとんどの研究を、 ウィスコンシン大学マディソン校で行ったし、そこで人間精神理学者アブラハム・マズローは短期間彼と働いた。ハーローの初実験は物議を醸した。それらは針金と羊毛を材料に赤毛猿の乳児らのための無生命な代理カーラを作ることを含んだ。それぞれの乳児はその独特の顔を認識しながら他の人よりもそれを好みながら その特定の母親に執着するようになった。ハーローは次に、乳児らが裸の針金の母親らまたは布で覆われた母親らを選び好むかどうかを調査することに決めた。彼は、この実験のために、二つの状況の服を着た母親と針金の母親と共に乳児を提示した。ある状況では、針金母親は食べ物の入った瓶を持っていて、 布母親は食べ物を持っていなかった。またある状況では、布母親が瓶を持っていて、針金母親は何も持っていなかった。また、彼の経歴の後半では、隔離室で最大24ヶ月間、幼児のサルラを育てた。彼らはそこから激しく動揺して現れた。一部研究者は、アメリカの動物解放運動の台頭における一要因として、 それら実験を印象している。2002年に発行されたレビューオブゼネラルサイコロジー調査はハーローを20世紀で印象された心理学者の26位にランク付けした。ハリー・ハーローは1905年10月31日にメイブル・ロックとアロンズをハーローいずれやるの子として生まれた。ハーローはアイオワ州フェアフィールドで4人兄弟の三男として生まれ育ってられた。 ハーローは、オレゴン州ポートランドのリード大学で1年過ごした、後、特別な適性検査を通じて、スタンフォード大学への入学を許された。彼はほぼ悲惨な成績の英語専攻生としての、半学年の後、心理学専攻生として、本性を表した。1924年にハーローはスタンフォードに通い、その後、心理学の大学院生になり、有名な動物行動学者、 カルバンペリーストーンと資格の専門家、ウォルター・リチャード・マイルズの直下で働き、全員、ルイス・ターマンによって監督された。ハーローは主にスタンフォード、ビネーアイ IQ テストの開発者ターマンの下で働き、ターマンは、ハーローの未来を形作るのを助けた。1930年にハーローは PhD を取得した後、名前を、いずれアるからハーローに変えた。この変更は、 彼の家族がユダヤ系でなかったけれども、一見ユダヤ系に見えるラストネームを持っていることの悪影響を恐れるテルマンの促しで行われた。ハーローは博士論文を仕上げた直後にウィスコンシン大学マディソン校で教授職を引き受けた。ハーローは心理学部を説得して十分な実験室スペースを提供させることに失敗した。その結果、ハーローは 大学から通り向こうにある空いている建物を取得し、大学院生らの助力を借りて、その建物を改装し、それは後に霊長類研究所の一つとして知られるようになり、それはその種で世界最初の一つであった。それはハーローの指導の下で最先端の研究の場となり、そこで約40人の学生が PhD を取得した。ハーローは無数の賞と栄誉を受賞し、 その中には、ハワード・クロスビー・ウォーレンメダル、アメリカ国家科学賞、アメリカン・サイコロジカル・ファンデーションの金メダルが含まれる。彼は1950年から1952年まで、陸軍省人事研究部門の長、1952年から1955年まで、国立研究評議会人類学、心理学部門の長、 1958年から1959年まで陸軍科学諮問委員会のコンサルタントとアメリカ森林学会会長を務めた。1932年にハーローは最初の妻、クララ・ミアーズと結婚した。クララはターマンがスタンフォード大学で研究した IQ150 長の選ばれた学生の一人で、クララはハーローの学生で、 その後彼とロマンティックに関わった。夫婦は合わせて西ロバートとリチャードを設けた。1946年にハーローとミアーズは離婚した。その同じ年、ハーローは児童心理学者マーガレット・クエンヌと結婚した。彼らは合わせて西パメラとジョナサンを設けた。1971年8月11日にマーガレットはガンとの長期にわたる戦いの末に死亡した。 1967年に彼女はガンと診断されていた。彼女の死亡はハーローをうつ病に導いた。彼はそのために電気経連療法で治療された。1972年3月にハーローはクララミアーズと再び結婚した。夫婦は1981年にハーローが死亡する時までアリゾナ州通村に一緒に住んだ。1930年にハーローは ウィスコンシン大学マディソン校に来て、その後、スタンフォード大学でカルバンストーンとルイスターマンを含む著名な研究者、数人の指導の下で博士号を取得した。彼は人間以外の霊長類研究から経歴を始めた。彼はヘンリー・ビラス動物園で霊長類らと一緒に働いた。そこで彼は学習、認知及び記憶を研究するために、 ウィスコンシン総合試験装置を開発した。ハーローが一緒に働いていた、サルラが彼の初試験のための初戦略を開発していることを発見したのは、これらの研究を通してであった。ハーローは、後に学習セットとして知られるようになるものを、学習することを学習すると説明した。ハーローは、初実験で赤毛猿の実を使用した。ハーローはこれらの学習セットの開発を研究する。 目的で発達中の霊長類へのアクセスを必要としたために1932年に赤毛猿の繁殖コロニーを設立した。ハーローは研究の性質のために幼児霊長類への定期的なアクセスを必要としていたために保護する母親とではなく保育園で飼育することを選んだ。母親の剥奪とも称されるこの代替飼育技術は今日まで 非常に物議を醸しており、霊長類の幼少期の逆境のモデルとして様々な形で使用されている。愛の性質針金と布の代理カーラ幼児赤毛猿の研究と世話はハーローにさらに霊感を与え、最終的に彼の最も有名な実験のいくつかに繋がった代理母の使用。ハーロー、彼の学生ら、同時大人ら、そして仲間らはすぐに 彼らの幼い猿の肉体的必要を世話する方法を学習したけれども、保育園で育てられた乳児らは、母親で育てられた仲間らとは大変異なったままでいた。心理的学的に言えば、これら幼児は少し奇妙であった。彼らは因子的であり、明確な社会的欠陥があり、布をむつにしがみついていた。同時に逆構成では、母親とだけで遊び、 仲間のいない状態で育っていた赤子らは恐怖あるいは攻撃性の兆候を示した。ハーローはおむつの柔らかい布への愛着と母親の姿の欠如と相関する心理的変化に気づき母からこの絆を調査しようとした。この関係は20世紀前半に絶えず精査されていた。バラス・スキナーと行動主義者らは子供の発達、彼らの関係の性質、 および母子間の物理的接触の衝撃における母親の重要性の議論において、ジョン・ボールビーを仲間に入れた。これら研究は、世界保健機関が講演した1950年のジョン・ボールビーの研究と報告、またあナル、ケアメンタルヘルスによって動機づけられた。ボールビーはその中で、制度化が、 子供の発達に及ぼす影響と、母親から離れた時子供が経験する苦痛に関する、以前の研究をレビューした、例えば、ルネス・ピッツ、そして様々な設定で育てられた子供らに関する、彼自身の調査。1953年に、彼の同僚ジェームズ・ロバートソンは、母親分離のほぼ即時な影響を示しながら、A2 Year, オールドホーズ2 Hospital というタイトルの物議を醸す。 短いドキュメンタリー映画を制作した。ボールビーの報告は、ロバートソンのフィルムと相まって、人と人以外の霊長類の発達における主介護者の重要性を示した。ボールビーは、強い母子関係の発展の基礎としての接触における、母親の役割を強調しなかったが、しかし、彼の結論は、多くの議論を生んだ。ハーローがダイラートの研究で取り組んだのは、 母親のケアに対する実証された必要の背後にある理由に関する議論であった。乳児らとの身体的接触は彼らの発達に有害であると考えられたし、この見解は国中の無菌な無接触な保育園につながった。ボールビーは母親は子供の発達と精神的健康にポジティブに影響する独特の絆を含む食べ物以上のものを乳児に提供していると、 主張しながら意見をことにした。ハーローは論争を調査するために、針金時から赤毛猿の乳児のために無生命な代理母を作成した。それぞれの乳児は特定の母親に愛着を持ち、その独特の顔を認識し、他の何よりもそれを好んだ。ハーローは次に、乳児らが裸から、針金の母親、または布で覆われた母親を好むかどうかを調査することを、 選択した。彼は、この実験において、服を着た母親と針金の母親を、二つの条件下で、ニュージラに提示した。ある状況では、針金母親は、食べ物の入った瓶を持っていて、布母親は食べ物を持っていなかった。またあるの状況では、布の母親が瓶を持っていて、針金の母親は何も持っていなかった。圧倒的に、幼児のマカクザルラは、 布母親にしがみついて、時間を費やすことを選び好んだ。針金母親だけが栄養を与えることができた時でさえ、猿らはものを食べるためだけに彼女の元を訪ねた。ハーローは母親と乳児の関係にはミルクよりもはるかに多くのものがあった。この接触の快適さは幼い猿と子供たちの心理的発達と健康にとって本質的であった。 と結論を出した。愛と母子の相互作用の重要性に関するボールビーの主張に強い経験的な指示を与えたのはこの研究であった。連続した実験はニュージラはダイ,イラを探索の拠点として新規で恐ろしい状況でも快適さと保護の源として使用したと結論付けた。ヨージラはオープンフィールド試験と呼ばれる実験では 新規な物体のある新しい環境に置かれた。乳児の代理母がいるときそれは彼女にしがみついたが、しかしその後思い切って離れ探検した。もし怯えるならば、乳児は代理母のところに走り戻り、しばらくの間彼女にしがみついた後、再び思い切って外に出た。それら猿は代理母の存在のないままでは、恐怖のために麻痺し、集まりボール一つになり、親指をしゃぶった。 恐怖試験では、乳児らは、恐ろしい刺激、しばしば音を立てるテディベアを提示された。それら乳児は、母親がいないままでは、身をすくめその物体を避けた。しかしながら、その乳児は、代理母がいるときは、大きな恐怖反応を示さず、しばしば装置に接触した。それを探索ながら攻撃しながら。別の研究では、針金母親、または、 布母親のいずれか一方のみで育てられた、差別化された効果を調べた。両方のグループともに同じ割合で体重が増えたが、しかし、針金母親で育てられた猿はしばしば下痢に、苦しみながら瓶が柔らかく、ミルクを消化するのに苦労した。まだ広く受け入れられている、この行動のハーローの解釈は、接触の快適さの欠如は猿にとって、 心理的にストレスを起こすということであったし、消化器系の問題はそのストレスの生理学的、症状である。これらの調査結果の重要さは、子供を甘やかしてダメにするのを避けようとして、身体的接触を制限するまたは回避するという伝統的な教育的アドバイスと感情は無視できるほどだという心理学の支配的な行動主義学派の主張との両方に矛盾した。 食べ物を与えることが母子の絆を形成する上で最も重要な要素であると考えられていた。しかしながら、ハーローは、看護は、それが提供する親密な身体的接触ゆえに母子の絆を強めると結論付けた。彼は、自分の実験を愛の研究として説明した。彼はまた、接触の快適さは、母親か父親のいずれか一方によって、 提供されるとも信じた。この考えは今や広く受け入れられているけれども、愛の諸研究に関する諸考えや諸価値観を刺激するという点で当時は革命的であった。ハーローの最後の実験のいくつかは、うつ病の研究のための動物モデルを作成するために社会的剥奪を調査した。この研究は一番物議を醸したものであり、 様々な機関の乳児と少年のマカクザルの隔離が含まれていた。隔離された猿らは仲間のグループに導入されたまたは再導入された時社会的欠陥を示した。彼らは同種のものとどのように相互作用するかその方法がわからないように見え、ほとんどグループから離れていて猿の発育中、そして比較的には子供らにおいて同種のものと 相互作用する能力を形成する上での社会的、相互作用と刺激の重要性を実証した。ハーローの研究の批判者らは、しがみつくことは若い赤毛猿の生存の問題であり、しかし人のではないと述べており、彼の結論は、人に適用されるとき接触の快適さの重要性を、過大評価し、看護の重要さを過小評価していることを示唆している。ハーローは、 1958年8月31日にワシントン DC で開催されたアメリカ心理学会の第66回年次大会への演説のタイトルザ・ネイチャー・オブ・ラブの中でこれらの実験の結果を最初に報告した。1959年からハーローと彼の学生らは部分的及び全体的社会的隔離の影響に関する観察結果を発表し始めた。 部分的な隔離には、猿を剥き出しの針金刑事で飼育し、他の猿を見たり嗅いだり聞いたりすることができたが、しかし物理的な接触の機会はなかった。完全な社会的隔離には、他の猿とのあらゆる接触を妨げる、隔離室の中で猿を飼育することが含まれた。ハーロその他は、部分的な隔離が空白の業ケ刑事内でのステレオタイプの反復的な旋回、 自傷行為のような様々な異常をもたらしたと報告した。その後、これらの猿は様々な設定において観察された。一部の猿は研究のために15年間1匹ずつ隔離されていた。完全隔離実験では赤子猿らは放置されていたものであった。3、6、12、または24日間、複数月間の完全な社会的剥奪。 これら実験はひどく心理学的に乱されたサルらを生んだ。ハーローは書いた隔離中に死亡している猿はない。しかしながら彼らは最初に完全な社会的孤立から取り除かれた時、通例、感情的ショックの状態に陥り、その特徴は自閉的な事故、クラッチングとロッキング。3ヶ月間隔離された猿6匹のうち1匹は解放後食べることを拒否し、 5日後に死亡した。冒険報告は死亡を感情的な食欲不振のせいに返した。6ヶ月間の完全な社会的隔離の影響は大変壊滅的で衰弱させるために当初は12ヶ月間の隔離はそれ以上の減少をもたらさないであろうと想定していたほどである。この過程は誤りであることが証明された。12ヶ月間の隔離によりこれら動物は 社会的にほぼ全滅した。ハーローは6ヶ月間隔離されていたサルラを正常に飼育されていたサルラと一緒に配置することによって再統合しようとした。リハビリテーションの試みは限られた成功しか収めなかった。ハーローは人生の最初の6ヶ月間の完全な社会的隔離は社会的行動の事実上すべての側面における深刻な赤字を生み出した。 と書いた。正常に飼育された同年齢の猿らに暴露された隔離猿らは単純な社会的反応の限られた回復のみを遂げた。隔離して飼育されたそういう一部の猿母親らは複数か月間乳児接触を受け入れることを余儀なくされた時許容可能な母親的行動を示したがしかしそれ以上の回復を示さなかった。代理カーラに与えられた隔離猿らは 自分らの間で粗雑な相互作用パターンを発達させた。これとは反対に、6ヶ月の隔離サルラは、もっと若い、3ヶ月年のサルラに暴露された時、試験されたすべての状況で、本質的に完全な社会的回復を遂げた。その発見内容は、他の研究者らによって確認された。彼らは同等な治療法を受けた、サルラと母親が育てた。 乳児サルラとの間に違いを見つけなかったが、しかし人工的な代イらはほとんど効果がないことを見つけた。ハーローの発達における接触研究の先駆的な研究以来、ラットでの最近の研究は、乳児期の接触はストレスに関与するステロイドホルモンであるコルチコステロイドの減少と脳の多くの領域でのグルココルチコイド受容体の増加をもたらすという証拠を発見している。 シャンバーグとフィールドは、ラットにおける、母子相互作用の短期間の中断でさえ、発達しつつある子犬のいくつかの生、科学的過程に著しく影響するということを、発見した、細胞の成長と文化の敏感な、指標オルニチンデカルボキシラーゼ活性における、低下、成長ホルモン放出の減少、コルチコステロン分泌の増加、 そして投与された成長ホルモンに対する抑制された組織多くの応答性。さらに、接触を奪われた動物らは免疫系を弱めていることが分かった。調査者らは、乳児の猿が生後6ヶ月の間に受ける接触の量とグルーミングとの間の直接的な性の関係と一切少し長で抗体チャレンジに反応して抗体力化を生む能力を測定した。 一部研究者は、触覚の免疫学のメカニズムを特定しようとしながら、覚醒及び関連する CNS ホルモン活動の調節を指摘している。接触の剥奪は、ストレスによって誘発される過水体、副腎系の活性化を引き起こすかもしれず、今度は、これが、増加された血小コルチゾールと、副腎皮質刺激ホルモンにつながる。同様に、研究者らは、皮膚の定期的、 自然な刺激は、これら過水退復腎反応をポジティブな健康的な方法で緩和するかもしれないと示唆している。ハーローは、飲酒的な用語法を拒否し、代わりに自分が考案した実験装置に恋に、法外な用語を選択したことで有名であった。これは、飲酒的な心理学的エスタブリッシュメントとの初期の対立から来たのであり。 そこではハーローは人気があり古風に正確な用語、愛着の代わりに、用語、愛を使用した。そのような用語とそれぞれの装置は、彼と大学院生、スティーブン・スオーミによって開発された、彼がレイプラックと呼んだ強制交尾装置、彼が鉄の処女と呼んだ代理母の装置ら、そして彼が絶望の淵と呼んだ隔離室を含んだ。これら装置のうち、 絶望の意図とも呼ばれる最終者においては、赤子サルラは、生後最大1年間、暗闇の中で一人で放置され、あるいは、仲間から繰り返し分離され、室内に隔離された。これら手順は、深刻に心理学的に障害され、人のうつ病のモデルとして使用されるサルラを素早く生み出した。ハーローは、様々な形態の治療法を使用しながら、様々な程度の隔離を受けた。 サルラをリハビリテートさせようとした。我々の精神病理学の研究において、我々は異常を生み出そうとしているサディストとして始まった。今日、我々は正常と平成を達成しようとしている精神科医らである。ハーローの実験の多くは、ハーローのそれらの記述のみならずその性質においても、今や非倫理的とみなされているし、それらは、 両者共に研究所動物の治療の意識を高めるのに貢献し、今日の倫理規則の作成を推進するのを助けた。実験中のサルラは母親の愛情を奪われ、今やパニック障害として知られるものに潜在的につながっている。ハーローの博士課程の学生の一人はシントン大学、教授ジーン・サケットは、ハーローの初実験がアメリカの動物解放運動を促進した、と述べた。 ウィスコンシンを立ち去った後、剥奪実験をし続けた、ハーローの学生の別の一人。ウィリアム・メイソンは言った、ハーローは、この仕事が、本当に、普通の感性を踏みにじっていること。生命を尊重する人は誰であれあるいは人々は、これを不快に感じるだろうということが、多くの人に明らかである点にまで、これを生かせ続けた。それは、まるで彼が腰を下ろしこう言うかのようだ。私は、 あと10年くらい立ち働いているつもりなだけだ。その時できればやっておきたいことは、大きな混乱を後に残すこと。もしそれが彼の目的であったならば、彼は完璧な仕事をしたスティーブンス・ーミは、元、ハーローの学生であり、今や国立衛生研究所でサルラを使った母親剥奪実験を行っており、動物の倫理的扱いを求める。 人々の会と米国議会のメンバーから批判されている。ハーローのさらに別の学生レナード・ローゼンブラムもボンネットと豚をザルのマカ角ザルを使った母親の白奪実験その他を人間のパニック障害をモデル化しようとサルを薬物母親から白奪の組み合わせにさらすことを含む他の研究を行い続けた。ローゼンブラムの研究とそれの彼の正当化も批判されている。 ハーローの生涯と研究をもとにした演劇ザ・ハリー・ハーロープロジェクトはビクトリアで制作されオーストラリアで全国的に上演されている。ありがとうございます。